主イエスキリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。3月はですね、十字架のことをずっとお話してきましたけれども、一応今日が最後になります。来週がパームサンデー、白の日曜日ですね。ロバの子に乗ってイエス様が入場された時で、そしてその次が、その週が受難週で、その次がですね、12日の日がイースター復活祭になりますので、まあ、今日一応、5回目ですけれども、2つの御言葉ですね、私は乾くということと完了した、イティでフィニッシュって言うんですけども、この御言葉をですね、共に学びたいと思っています。それでは賛美の時を持ちたいと思います。少し古い歌が入りますけれども、ぜひ共に賛美していただければと思います。大丈夫ですかね。それじゃあお立ちになる方はお立ちください。詩編の125編から賛美していきたいと思います。お願いします。信頼する人々はシオンの山のような、揺るぐことなく常しえに流れる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。悪の杖が正しいものの辞書の上にとどまることなく、正しいものが不正なことに手を伸ばさないためである。イエス勝利ですね。イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利。イエス勝利、イエス勝利、Yes, sorry,
Yes, it's sure. Hallelujah. 十字架で去った一生に Yes, it's sure. Yes, it's sure.私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた苦しみ君だが、他の誰が私もあなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて広く深い、
すべてを超えて。安らかな道を賛美して礼拝に入ります。時にそこから私の希望が始まると主は仰せます。あなたはもうダメだと思った、そこから私の手が伸び始めると主は仰せます。愛する子よ、自分に失望しても人々に失望しても私に失望してはいけません。私はあなたを裏切ることはなく、私はあなたの祈りを何一つ忘れてはいないと主は仰せます。あなたの願い通りとは違う方向でことは進んでいます。しかし愛する子よ、あなたにとって最善を私は与え、あなたが願った以上の祝福を私は必ずあなたに表していこうと称されます。感謝しなさい、私を褒めたたえなさい。私は何も変わってはいない。あなたへの愛、あなたへの真実、私の言葉も何一つ変わってはいないと主は仰せられます。この御霊の促しに従って進んでいきなさいと主は言われます。生ける神の交わりをなし、この御霊の促しに従って歩むとき、その小さな従順が非常に大きな神の栄光を表していくと主は言われます。私が見えなくなっているものがいます。悔い改めなさい。自分を責めるのでもなく、落ち込むのでもなく、私との生きた交わりを取り戻すことができるように、私のもとに来て賛美を捧げ、そして悔い改めなさい。私はあなたに罪を示そう。それはあなたに喜びを取り戻すため、あなたに命を満たすためであると称されます。悔い改めは祝福です。この悔い改めの祝福を豊かに受けていきなさい。その時あなたは私の恵みをあふれるほどに受け取るようになると称されます。あなたの愛を。
げてあなたを思う。この大きな空のように広くって計り知れないあなたの愛を覚えた。広くって広くって計り知れないあなたの愛を覚えた。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日座られたお一人一人をありがとうございます。インターネットで礼拝されている日本中世界中にいる、ナサイサム教会の主任牧師レス様が牧会されているおびただしい主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉を持って私を慰め励まし強めてください。上からの知恵と祝祷を例えを持って語ってくださり、私に必要なことを語ってください。語る者の獣も減り下ります。どう語ってくださり、神の言葉によって私たちの信仰を養い、あなたが用意された100倍60倍30倍の身と祝福を共に見ていくことができるように、どうぞ導いてください。イエス様、信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。褒めたたえます。崇めます。礼拝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。